さあ、トーマス・クリフォード・アルバット、トーマス・オルバットは、イギリスの医者である、小型の医療用体温計を発明した。ヨークシャー州のデューズベリに生まれた。1859年に、ケンブリッジ大学のキース・カレッジを卒業した。医療分野における、体温測定は、三等量三等量によって始められ、ファーレンハイトなどによって、温度計が改良されて、 カール・ブンダーリッヒによって医療への応用が進められた。それまでの大きな体温計は体温を測るのに20分ほどかかるものであった。オルバットの小型の体温計は医療の分野での体温測定を改善した。1892年にケンブリッジ大学のリージェス・プロフェッサー・オブ・フィズイック職となり、1907年にナイトを除菌した。1922年に アメリカ芸術科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。アルバット、トーマス・クリフォード・インベン、J&JA、論内キャンタブリジンセス、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、10 volumes、1922、1958、ペニシリンは、くしゃみが生んだ大発見、医学面白物語25話、百島祐貴著、平凡写真書。ありがとうございます。